この度私ふなふな収益化が復活いたしました。ついに有給生活でございます。ということで今回はですね、こちらの7億の男、南の福山雅治、近藤健介先生で使っていきたいと思います。もうこの撮影日の今日もね、2ホーマー、そしてサヨナラホームランも打ってるんでね、このアベレージ、そして広角打法、どっちで打つかっていうのをね、今日はやっていこうかなと思います。これもライドルだもんね。いや強えな、ソフトバンク。やっぱそういえばね、挨拶の件なんですよ。そう、挨拶が欲しいっていう話をしたんですけれども、結構ね、空振り三振をね、入れて欲しいっていう方が多かったんですよ。でもね、やっぱ個人的に空振り三振はね、空振り三振した時に言いたいんですよね。そう、まあ挨拶に入れるのもね、いい案だなと思ったんですけど、まあやっぱあれモノマネの一つでもあるんで、まあ挨拶適性はそんなにないかなと思いました。ここがセカンドゴロですが、コンちゃんに回ってきたよ。さあ、近藤健介さんの第2打席、やっていきます。広角打法、ショートレコ、いや今日打てねえかもしんねえ。いいね、これぞプルヒというあたり、完璧。ミネイさん、 DeNA ファンが使った、ミネイさん、ナイスバッティング、ついに逆転。さあ、まさかの逆転を食らって最終回第3打席回ってきました。ただ近藤はね、こういう1点差のシーンとかでね、よく打ってくれるんですよ。センターへの当たり、ラインドライブではないですが、超えていく。もう実質ライドラ打つんすよ、やっぱこういう時。お、センターの前、落ちたー、スライダー、捉えたー、完璧、さよならゲーム。そう、ちょっとね、謝らせてほしいんですけど、最近うちの録画ソフト OBS なんですけど、なんか一定時間ね、つけっぱにしちゃうと、音ずれしちゃうんですよ。そう、最近一試合ごと再起動してるんですけど、うわー、変態バッティング。そう、最近はね、一試合ごとにやってるんですけど、さっきの試合長かったんで、ちょっと最後の方はね、音ずれしちゃったのがマジで申し訳ないんですが、これはイケメンすぎるバッティング、詰まりながらも持っていく。さあ、このゲーム強振してるときはアベレージヒッター出てないんですけれども、それでもかなりアベレージ性の当たり打ってくれました。ちょっと大丈夫、 OK。 お、近藤の守備上めっちゃうまいやん、近藤。うわ、安定してるわ。よっしゃ、いった、今宮、速い打球、レフトポールの右側、入った。二塁間、やめたー、もう早すぎる男、出塁すかさず盗塁、楽々セーフです。もう暴投、ここも走った三投、狙っていったがダメだ。おー、センターの前に落ちた、ヒットだった、つながった、シュート。さあ、チャンビーで回ってきました。やっぱチャンスになると強いね。さすがチャンスは強靭でしょうよ。まっすぐセンター方向、広角、すげえ。ちょっと俺今頭回ってないんですよ。日曜の夜でちょっと疲れ果ててるんですけど、打ってるんですよ。あ、ハゲツパスクだ、懐かしいハゲツパスク。早くちょっと新作打ってくださいって感じだけど、ちょっと俺なんか疲れてても打てるぐらい強いんだけど、みんな。うわー、ホークスキラー削られ方、うおうおう、風がえぐいな。かっちょ、待って、風にも乗って入ってしまったなんということだ、柳田悠岐、止まらねえ。ホークスキラーの美馬さんですが、ここは冷静にミート、アベレージヒッターすぎる、打てる案外今日。お、西村投手、うわ、西村投手強いねんのこれ。オッケー、まあ、長兄はね、阿部秀いいよね、普通に。阿部秀狙っていく、もう、完璧オブ完璧じゃない今日の結果。いや、素晴らしいね。さあ、片目打ちも出てます。片目打ち、アベレージヒッター。ただ、ここ、風11メートル切り裂いていくよ、ラインドライブ。オッケー。やっぱ、チャンビーって偉大だね。結構上がり幅すごいですが、こう、風、何個起きろ。お、すっげえ何個起きる。ということで、今回はね、近藤選手でしたが、いかがだったでしょうか。いや、結構ね、いい回になったと思いますよ。ぜひ皆さんもこの対人戦やってみて、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、お相手はフナの P でした。ありがとうございました。